ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンツアード第124回配信を撮っていきたいと思います。さて、今回はメディーダさんの1章5話と、おそらくこの後に 5.5 話ありますので、続けて読んでいきたいかと思います。では、さてさて、5話って言ったら大体まとめなので、1章のまとめがここに集約されております。おそらく。このゼノンツアードの会場って、なんかいきなりこの彼がここで君と当たるとはね、というより当ててきたって感じかな。何のことだかわからないわね。いいから黙って私を楽しませなさい。この組み合わせね、結構好きなんだけど、なんか似た者同士って感じで。それはお互い様だろ。俺のことも楽しませてくれなきゃ。こんな舞台を用意しておいて、勝負にならなかったら興ざめでしかないからね。言ってなさい。そういう心配は勝ってからすればいいわ。OK。それじゃあ始めようか。エレメントの掛け値は、掛け値はこんなものかな。ミデさん、釣り上げていく。不満かな。ええ、そうね。あなたが相手なら、それなりに楽しめるはずだと思っていたのだけど。そんな。メディーナさん、いきなりそんな大量のエレメントをかけるなんて。わお、思い切ったことするね。それなら俺も。あら、倍掛け。いいわ、ヨルスケ。あなた、やっぱりあなたが相手で正解だった。ありがとう。お褒めいただき光栄でござります、お姫様。なかなか期待通りよ。でも、これならどう？さらに倍？あ、来た。さらに倍分け？これは。さすがはコンコード潰しのメディーラ。その異名、伊達じゃないな。これさ、コンコード潰しとか言っとるけどさ、我々はもう知ってるわけじゃないですか。エレメントがなくなると、ああなるってことを。あら？何のこと？これ自分が潰れるよね。まあ、君が何をしようと俺にとっちゃどうでもいいんだけどさ。君のコンコード君、大丈夫なの？そうです。なんてこと。そんなことして負けてエレメントを全て失えば、シャンメイさんは本当にザ・ゼノンへの参加権を。ええ、いいよ、好きなだけ使って。おこれ、ちょっと待って。我男前なり。気前よすぎ。さすがは私の選んだコンコード。いいわ、せっかくだもの。私たちの全てを限界までかけましょう。全掛け。まさかメディアさん、オールインするつもりですか。シャンメイ、一応確認しておくわね。私は今手元のエレメントを全てこの場にかけた。あなたが承認すれば、そのままバトルは開始されてしまうわ。そしてもしこの勝負に負けてしまえば、あなたは二度とザ・ゼノンに参加できなくなる。ねえ、それでもこの勝負を受ける？ええ、もちろん。さっきからずっと一択なんだけどね。そう、私たちがかけているもの、エレメントの正体、それって本当は何なのかしらね。もしかしたらあなたにとってものすごく大事なものをかけさせられているかもしれないわよ。どっちか、ちょっとメディアさんにとってとても大事なもの。シャンメイさん、大丈夫ですか。これひょっとしてコンコードにも影響がある？ねえ、もう一度だけ聞くわ。
このバトルで負ければあなたは自分の大切な何かを失ってしまうかもしれない。それでもこのゲームに私のオールインに乗るっていうの？ええ、勝てばいい。最高ね。何これ、最高。そうよ、これが最高のギャンブル、ザ・ゼノンよ。メリーナさん、ミーナ、あなたはもう黙りなさい。これは私とシャンメイが決めたこと。さあヨルスケ、私たちがここまで見せたのよ。当然あなただって答えてくれるわよね。もちろんだと思う。そう、それでいいのよ。さあシャンメイ、行きましょう。全国してないよね、ヨルスケさん多分。あの、なんだろう、一章のラストでバトルが来るとなんか自分的に結構熱いっていうか。いや、バトルはあのバトルは全然好きじゃないんですけど、あのストーリー的に熱いなっていう気がしますね。別にここのとこはメディアさんの曲でもいいんだけどな。この雄大な海の音楽もいいですけども、あれ、向こうのヨルスケさんは一体何色だろう。あなたも私を満足させてくれるのかしら。青か。ん、準備はいいかしら。ゲームスタート。やっぱゼノンザードのすごいところはね、性格が7種類、7種類の性格がねすごいなと思う。このカードを選択してはどうかしら。ターンエンドで構わないと。ターンエンドよ。個人的には一回解放したセリフはね全部消えるとですよ。初めから勝利の見えてるゲームじゃつまらない。ここでもしょこまない。マナをセットするわ。このカードを使用してはいかが。いや、そう、あんま意味ないと思うけどな、ここの時点で。初めから勝利の見えてるゲームつまらない。このミニオンを召喚してみましょう。私の役に立ちなさい。ターンエンドで構わないと思うわ。ターンエンドよ。すごい手札悪いんだけど。今これだよ。これ意味ないんだよ。今もらっても。油断は禁物よ。このカードをベースに配置しましょうか。これでどうかしら。あ、そうか、これ手札から配置しか意味ないんだ。今知ったけど。このカードを選択してはどうかしら。ライフにアタックしてはどうか。優しくしてあげる。嫌いなさい。ターンエンドで構わないと思うわ。いやいや、いやいや、優しくしてあげる。残念だったわね。優しく、こいつの動きを封じておきたい。残念だったわね。で、
引いて。レース移動ターンエンドで構わないと思うわ。まあ、いいか。私の助言なんていらないんじゃないですか。俺のターンだね。ミニオン召喚。誰にしようか。パスしても構わないんじゃないかしら。ターン。平気よ。マナをセットするわ。ライフにアタックしてはどうかしら。優しくしてあげる。パスしても構わないんじゃないかしら。食らいなさい。ごめんなさいね。残念だったわね。優しくしてあげる。食らいなさい。このカードを選択してはどうかしら。このカードを使用してはいかが。まだよ。このカードは便利なんだよね。このミニオンを選択してみるのはどうかしら。ライフにアタックしては優しくしてあげる。これで確定かな。どうかな。食らいなさい。さあ 5.5 話も解禁されております。見ていこう。動かない。ザ・ゼノングレード A ステージ準々決勝メディーラ VS ヨルスケ戦。勝者はメディーラ&シャンメイ組。ああ負けちゃった。それにしてもどんな手を使ったのさ。ランキング上位の俺と君みたいなランクのコードマンがマッチングされるなんて普通はありえないよね。勝負に乗ってくれたお礼に教えてあげる。私にはビホルダーグループにちょっとしたお友達がいるの。なるほどね。ただ分かってるだろうけどこんなことを続けてたら君だって危ないよ。まあ、もしかしたら忠告のつもりだったら私には必要ないわ。まあ俺の心配することでもないか。メディーラちゃんには無駄に後ろ盾が多そうだし。でもね。とは言ってもせいぜい夜道には気をつけなよ。おい、ヨルスケさん自分のコンコードにもこれを言うんだよね。なんか自分が注意せにゃいかんことがあるのかな。この世は怖いことばっかりだからさ。ねえ、全てをかけたギリギリの大勝負やってみた感想はどう。 A ちょっとやりすぎ、 B スリルが最高。ちょっとやりすぎ、メディアさんが死んじゃう。その割には結構楽しんでるように見えたわよ。今日のバトルは本当に最高だったわ。こんな気持ち久しぶり。え？初めてかもしれないわね。嬉しいわ。あなたみたいなコンコードをずっと待っていたの。これからも最高のゼノンザードを二人で目指しましょう。おい、部屋が豪華。いらっしゃい。よく来たわね。え、あれは？ああ、あれが気になるの？いいわ。いらっしゃい。見せてあげる。あれとは？おや、一枚絵だ。美しい。綺麗でしょ？これはエレメントをイメージ化して投影したものよ。触れたらなんだか儚く散ってしまいそうな淡い光なのに、時々自己主張するみたいに力強く光を放つの。ねえ、私たちがかけているものの正体について聞いたわよね。あれからそのことについてずっと考えていたの。あなたはあの時勢いで勝てばいいなんて
答えたのでしょうけど、大切なものの正体を知ったらあなたはどう思うのかしらって。え、どういうこと？ B、 大切なものの正体。これあれだね、アニメで人間の熱狂をなんか閉じ込めるとか言ってたよね。感情的なものを入れてしまうのかな。え、どういうこと？知りたいのなら教えてあげるわ。私たちがバトルの度に当然のようにかけ奪い合っているエレメント。あ、そうなんだ。その正体はコンコードの命なのって言ったらどうする？それでもあなたは今までのように私と一緒にザ・ゼノンを続けてくれるのかしら。これどっちかしらコードマンの命かけてんじゃないかな。コンコードはひょっとしたら感情的なものを、コードマンはコードマンたる記憶とかメモリーとかその辺をかけてるのかな。もっと教えて。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。